木島あやりは、テレビ朝日総合編成局ドラマ制作部プロデューサー。ジップは、TBS テレビコンテンツ制作局、エグゼクティブシニアプロデューサーで、数々のヒットドラマを手掛けるドラマプロデューサーの木島、聖一郎。東京都出身。身長167センチメートル。玉川学園幼稚部、玉川学園小学部、玉川学園中学部、高等部。 慶応義塾大学法学部法律学科卒業後、2012年、テレビ朝日に入社。バラエティ部で、AD、ディレクターを経験した後、2016年に、ドラマ部へ移動。おっさんズラブ、私のおじさんと、プロデュース2作連続して、おじさんがテーマとなっているが、意図したつもりはなく日本とも2016年頃から、提出していた企画である。おっさんズラブの放送時は、 視聴率が振るわなかったものの、最終話に近づくにつれて、SNS などで話題になり、ツイッタートレンド世界1位を獲得した。2019年5月6日、現在8月23日公開予定の劇場版と、連ドラ第2弾が決まっている。放送後も、この作品は数々の賞を受賞し、木島自身も日経ウーマンのウーマン・オブ・ザ・イヤー2019や、 エランドール賞のプロデューサー奨励賞を受賞している。ありがとうございます。